令和3年3月20日、阿蘇市長草で阿蘇高菜祭りが行われ、大勢の人が訪れて、阿蘇特産の高菜の収穫と漬け込みの体験をしました。体験会に参加した人たちは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、まず受付で検温して高菜畑に入りました。このイベントは、阿蘇市観光協会や、 地元若手農家などで作る実行委員会が27年ほど前から例年この時期に開催しているものです。この日は雨にもかかわらず、熊本市内などから子供連れなどおよそ200人が訪れて30センチ前後に生育した阿蘇タカナの茎の部分を一本一本丁寧に折りながら収穫しました。阿蘇タカナ祭り実行委員会によりますと、 昨年の10月下旬、阿蘇市長草の国道57号沿いの70アールの田んぼに種をまいた阿蘇高菜の今年の生育状況は良好ということです。収穫した高菜は塩と細かく砕いた高の爪で揉んで樽に漬け込み、4、5日もすれば阿蘇高菜独特の辛味のある新漬けが味わえます。今年は、 1500円の参加費で6キロの高菜の収穫と漬け込みができ、さらに国道57号北側復旧道路開通記念イベントとして、阿蘇市内の飲食店でテイクアウトできるキャッチミールの食事券1000円分がセットになっていました。毎年阿蘇高菜祭りに参加している人は、この時期になるのが待ち遠しい、今年も美味しい新漬けの高菜が食べられると喜んでいました。